神崎、そろそろいいか。天元さん、これって本当に修行なんですか？修行だよ。でも私なんだか騙されてる気がして。大丈夫だ、ちょっと火遊びするだけだから。炎の呼吸を練習するみたいなもんだから。本当ですか？じゃあ特訓お願いします。じゃあ神崎、目をつむってくれるか。あれ？どうしたんですか？いや、ちょっとな。え、あれ、橋びら見てる？じー。やっべーよ。あいつ、神崎のこと好きだから、怒って部屋に入ってくるよ。じー。やっべーよ。俺が神崎騙して、ベッドインしたのバレちゃうよ。じー。おい、大事な修行中だ。邪魔すんじゃねえよ。本当に修行なのかよ。天元さん、どうしたんですか？いや、大丈夫だ。野生のイノシシがいたみたいだ。本当ですか？じゃあ、神崎、目をつむってくれるか？わかりました。あれ？何ですか？この揺れは。なんだ？この揺れは。じーん。やっべーよ。壁壊しやがったよ。カーテン閉めたら壁壊しやがったよ。じーん。やっべーよ。橋びらガン見だよ。瞬きするのも忘れてガン見だよ。天元さん、どうしたんですか？いや、もうすべて解決した。じゃあ、今度こそ目をつむってくれるか？わかりました。行くぞ。じー。やっべーよ。いつの間にか部屋に入ってきてるよ。これ本当にやっべーよ。